ははいこんにちは坂上ですできる社長シリーズですですきる社長はビジョンがあると思っています。ビジョンというのはどういうことかというとこうなりたいという姿なんですね。その場合ランチェスター戦略的に言うと、まあ、小さなナンバーワンでいいんです。まずナンバーワンになろうということです。例えば、えー、世界の京セラを作った稲森さんはまだ社員が十数名の頃から 京都一、日本一、日本世界一を目指すすんんだと言っていたんですねで。これは言うのはただっていう言葉がありまして、やっぱり言ってみるっていうことの大事さってあると思うんです。仮に今、会社が小さいとしても、我々はこれで日本一になりたいんだと、私はなるんだというふうに言うということが大事だと思うんですね。私は今、テニスやってますけど、60歳以上で日本一になるとは思っていません。なれないだろうし。 それは、そこを目標にするんじゃなくて、何か違うもうちょっと小さな自分なりの目標を持って、そこに対してやっていきたいと思ってるんです。何々でという小さなナンバーワンと、例えば楽天に出店されてる方であれば、楽天の中のホニャララでナンバーワン。前お話したように、僕のクラブハウスに来てくれた人で、なんだっけな、えっ、ー、とあ、あんこの、何でしたっけ、たい焼きか。 タイ焼き坂上さんの話を聞いて、僕はタイ焼きで落選でナンバーワンになりました。みたいな人がいましたけども、そういう感じなんです。で、何々でナンバーワンになろうという思いを持つことが大事っていうのが一。そうすると、現状がわかるんです。自分には何が足りないんだろうって、これが足りない、ありがたれないっていうのが明確にわかるので、それを埋めようとする、ギャップを埋めようとする行為というのが大事なんですよっていうことが申し上げたいんです。散歩で富士山に登った人はいないと。 散歩ででニューヨーヨクに行くことはないんですやっぱり自分でニューヨークに行こうとか富士山登ろうって思うから今の実力じゃダメだよなとか靴はこうしようとか服はこうしようとか朝何時に起きなきゃって思うわけですよね。そういうものが大事だということです。ビジョンを持って自分はこうしたいんだって夢かもしれない。でも一体そういうふういふに思って で、今の実力とのギャップをきちんと見て、だからこうしていくんだということです。これが、ここの中で言ってる事実、感想、決意と一緒なんです。今の実力、事実、こうなんだと。でも、決意、逆算すると決意でここ行きたいんだと。だから、ギャップがこうあるんだっていう感想がある。それをどう埋めていくんだと。こういう発想することの大切さっていうのが僕はあると思っています。まあ、できる社長はそう思えるっていうか、やっているっていう感じでしょうか。